い、ご視聴ありがとうございます。今回から新しくお送りするシリーズ研究昭和の作家、今回はその第1回目、池波正太郎です。池波正太郎は戦後を代表する時代小説、歴史小説の作家です。鬼平犯科帳、剣客商売、仕掛け人藤枝梅安、真田太平記など、戦国江戸時代を舞台にした時代小説を次々に発表する傍ら、美食家、映画評論家としてもよく知られていました。池波正太郎は1923年大正12年1月25日、東京市浅草区正殿町、現在の東京都台東区浅草7丁目に生まれました。父の富次郎は日本橋の金糸問屋に勤める通い番頭、母鈴は浅草の飾り職今井京三の長女で、正太郎は長男として生まれました。この年関東大震災が起こり、両親と共に埼玉県浦和に引っ越し、6歳1929年まで同地で過ごしました。やがて両親は東京に転居、正太郎は根岸小学校に入学します。商売の思わしくなかった富次郎は近親の出資によって下屋上根岸で老朽場、玉突き場、ビリヤード場を開業しますが、両親不和のためこの年に離婚します。正太郎は母に引き取られて浅草長住町の祖父の家に移り、学校は下屋の西町小学校に転入します。祖父の今井京三は御家人の家に養子入りした職人かたぎ、江戸っ子かたぎの人物で、忙しい母親に代わって正太郎を可愛がりました。この時期母は働きながら今井家の家計を支え、一時正太郎を預けたまま再婚をしましたが、不縁となり実家に戻りました。この二度目の結婚によって正太郎には異母弟が一人できました。小学校時代の正太郎は図画を好んで、将来は冠木清方の弟子となることを夢見る一方、チャンバラものの映画と少年向け小説を大いに好み、小遣い銭で買い食いを楽しんでいました。1935年昭和10年、西町小学校を卒業。担任の教師は進学を勧めましたが、家庭の事情により奉公に出ることになりました。親戚のつてによって、最初株式現物取引店田崎商店に出ますが、半年余りで便器屋に奉公を変わり、さらにそこも引いて株式仲買店松島商店に入りました。以後1942年昭和17年に国民勤労訓練所に入所するまで、この松島商店で過ごしました。チップや小遣い銭を元手に内緒の相場に手を出し、月給を上回る収入を得ていたといいます。兜町時代の正太郎はこれを軍資金として読書、映画、観劇に励み、登山や旅行を楽しみ、剣術道場にも足を運ぶ一方、諸法を食べ歩き、吉原で遊湯にふけるなどしました。特にこの時期、読書映画への興味が深まったことはもとより、歌舞伎、新国劇、新劇などの舞台を盛んに見物し、歌舞伎への理解を深めるために長唄を習うようになりました。1941年昭和16年、太平洋戦争が開戦しますが、その翌年には松島商店を退職し、
国民勤労訓練所に入所、芝浦茅場製作所に配属され、ここで旋盤機械工としての技術を学びます。所長の意向で初め経理を担当する予定であったものが、本人のたっての望みで現場担当となり、上司の丁寧な指導もあって、数ヶ月のうちにこの技術に習熟します。この頃、婦人画報の朗読文学欄にスケッチを投稿するなどし始めました。そのうち休日で、1943年5月には船外佳作となり、同じく7月では兄の帰還で入選、11月号では駆け足で佳作入選、12月号では雪で船外佳作、そして兄の帰還で賞金50円を稼ぎ、これが翔太郎にとって初めての原稿収入となります。1943年昭和18年の冬には岐阜太田の工場に転勤となり、そこで旋盤工の教育係を兼ねるようになります。翌年元日には名古屋の製鋼所に徴用されていた父と久しぶりに再会、休日には中部地方の山を巡り、東京に足を伸ばして歌舞伎を見物しますが、前の年青年に達した翔太郎のもとにもついに召集令状がもたらされ、工場を退職。4月横須賀海兵団に入団、間もなく武山海兵団内自動車講習所に入所。しかし教官の暴力的な教え方や物資横流しに反感を持ち、ことあるごとに反抗的な態度をとり、繰り返し制裁を受け、同所を終了しないまま退所。磯子の801空に転属となり、通信任務、電話交換手を担当。明くる1945年、昭和20年3月10日には、東京大空襲のため、長住町の家が焼けます。その後、水兵庁に進級し、米子の美保航空基地に転属。同地で電話交換室の室長となります。戦況が悪化し、全国的に空襲の危機にさらされる中、米子では比較的平穏な日々が続き、この時期、翔太郎は余暇に俳句や短歌を作ることに熱中していました。8月15日、敗戦。二等兵曹に進級。残務処理を終えて、8月24日に東京に戻りました。帰郷直後の1945年10月に、帝国劇場で六代目尾上菊五郎の銀座復興を見物します。1946年、昭和21年、東京都職員となり、下役役所に勤務しますが、そこでの仕事は学生アルバイトとともに各所にデーデーテーを配布して回ることでした。すでに空襲によって家を失っていた上に、借家の家主が疎開先から帰ってきたため、役所内に寝泊まりして作業に没頭する一方、この年に創設された読売新聞演劇文化賞に向けて戯曲「雪晴れ」を執筆。同作品は入選第4位となり、新京劇団で上演されました。その後も区役所勤務を続けながら、翌年南風の吹く窓で同賞佳作入選を果たしました。1948年昭和23年には秋作を手に初めて長谷川新を訪問。翌年より本格的に劇作を指示し、門下の批評会26日会にも参加しました。この頃書かれた秋作に牡丹剣、手、画などがあります。手は新国劇での上演が検討されました。1950年昭和25年、片岡豊子と結婚し、借家して
所帯を持ちますが、間もなく申し込んでいた住宅抽選に当選し、新国劇で上映された野呂牛、鈍牛の上演料などで新居を建てます。以後雑記作者と言われるほどに新国劇と関係を深めた翔太郎は、辰巳龍太郎、島田翔吾らに檻の中、渡辺火山などの作品を提供する一方で、長谷川慎の強い勧めによって小説でも新妖怪の雑誌大衆文芸に厨房にてなどの作品を発表するようになります。このようにしていよいよこの辺りからいよいよ作家人生が始まるわけですが、この続きはまた次回。池波正太郎、今回はその第2回目になります。戦前戦中、さまざまな仕事職を変えながら書き続けた池波正太郎、長谷川慎の門下生となり、また新国劇との関係を深めていく中で、いよいよその作家人生がスタートします。1955年、昭和30年1月、劇作における代表作の一つとなる名寄る岩が上演され、自ら演出も行いました。これによりようやく文筆によって立つ自信を得て、都の職員を退職します。昇進を断り、外回りの職に徹していて、この当時は目黒の税務事務所で税金の集金を行っていました。翌年には牧野富太郎、井上靖原作の風林火山、黒雲谷、俗称など新国劇で作品を次々と上演する一方、大衆文芸に定期的に小説を寄せ続けました。当初は現代物の作品が多かったのですが、1956年、冬に掲載された恩田木、真田騒動によって歴史小説、時代小説を執筆活動の中心に据えるようになりました。恩田木は明くる年56年、直木賞候補となりましたが、見送りとなり、以降劇作と並行して着実に小説の執筆を続けます。1959年、昭和34年9月には処女作品集信濃大名記を上梓します。この間、目、信濃大名記、応仁の乱、ヒズなどで計5回直木賞候補となりましたが、選考委員であった海音寺長五郎の酷評もあり、受賞には至りませんでした。私生活では1958年、昭和33年暮れ、出征直前に名古屋で会って以来音信不通になっていた父と久々の再会を果たしました。翔太郎は母と共に同居することを勧めましたが、聞き入れられることはありませんでした。1960年、昭和35年、オール読み物6月号に発表した錯乱によって直木賞を受賞しました。死の長谷川慎は我がことのように喜び、翔太郎も年少の頃からの愛読者であったおさらぎ次郎から賞を手渡され、喜びに浸りました。受賞後数年のうちに清水一角、加賀騒動などの脚本を書くほか、北海の男、火消しの殿、人斬り半次郎、アバタ又十郎、侍の巣、幕末新選組、幕末遊撃隊など初期の代表作となる小説を次々と発表し、このうち色は
維新のかがり火の題名で映画化されました。その一方で劇作家としては1963年昭和38年に新国劇のために下沢寛原作男高の脚色を行った後、しばらく演劇界新国劇との関係を断ち、以後小説に専念するようになりました。新国劇の在り方への疑問や翔太郎の一徹さから来る周囲との軋轢が原因でした。1963年昭和38年6月、長谷川慎が没しましたが、同時にこれを契機として26日会、信用会などを脱会、以後はいかなる団体にも属さず執筆を続けました。40代に入った翔太郎は江戸怪盗記、汚染、堀部安兵衛、出羽内お玉、同門の宴、阿宝ガラスなど従来からの歴史小説に加えて、江戸の市井に題材を取った時代小説作品を多く手掛けるようになりましたが、中でも1967年昭和42年12月のオール読み物に発表した浅草御前菓子は読者から高い評価を受け、次号以降断続的にシリーズとして連載が開始されました。後に代表作の一つとなった鬼平犯科帳の第一作であります。官製長州諸家府の中で出会った長谷川平蔵という人物に強い興味を持っていましたが、旧知の八代目松本幸四郎をモデルに世の善悪に通じ強烈なリーダーシップと情愛を兼ね備えた平蔵を病室するとともに、火付け盗賊改め方と盗賊たちの総国を通して良いことをしながら悪いことをする人間の矛盾を描き、圧巻小説として読者の広範な支持を受けました。同時期の歴史小説に侍劇場、上泉伊勢の神、剣の天地、蝶の戦記、近藤勇白書などが挙げられています。昼に起き夜中に執筆する生活習慣は相変わらずでしたが、元来側室家で仕事の合間に取材旅行を含めて旺盛に旅行し、映画演劇鑑賞も盛んに行っていました。鬼平連載開始の翌年1968年昭和43年には、担当編集者の求めにより自伝的随筆青春忘れ物を執筆します。その中で旧友井上留吉という架空の人物を登場させましたが、感激、読書、旅行、食べ歩きを楽しんだ青春時代の思い出を戦前の兜町を舞台として描いたこの作品は読者から強い支持を受けました。翌年1969年昭和44年には鬼平犯科帳がテレビで連続ドラマ化され、さらに1971年昭和46年、同シリーズのうち狐火が舞台化、主演は八代目幸四郎で、特にテレビ版は時代物の作品として高い評価を受け、以後の評価を不動のものとしました。鬼平の連載はオール読み物史上にあって依然好調であり、1968年に単行本第一巻が刊行されて後、狂犬、血統、狐火、流星と年一冊のペースで新作が世に送り出されました。江戸の市井を舞台とした作品でも、安水院長兵衛を描いた侠客、忠臣蔵に取材した編笠十兵衛、大石蔵之介を主人公とした俺の足音などの作品が発表されました。
このあといよいよ1977年小説新潮に剣客商売を発表するわけですが、この続きはまた次回。池波正太郎、今回は第3回目になります。剣客商売以降、1972年昭和47年には小説新潮1月号に剣客商売を発表します。京都の古書店で偶然見かけた歌舞伎役者二代目中村又五郎をモデルに、孫のような少女と夫婦になって隠棲する老剣客秋山小平を描き出し、朴訥誠実で世に疎い小平の長男大二郎、田沼意次の娘である女剣客佐々木美冬といった人物を周囲に配して、江戸市政に起こる事件を解決していく同シリーズも人気を博していきます。同年小説現代3月号に仕掛け人藤枝梅安シリーズ第1作となる女殺しを発表、同誌6月号には第2作殺しの4人が掲載され、この作品は年末に小説現代読者賞を受賞します。仕掛け人という言葉は流行語となり、朝日放送で必殺仕掛け人として連続ドラマ化されます。あくる1973年には鬼平犯科帳をオール読み物1月号から12月号に、剣客商売を小説新潮1月号から12月号に、仕掛け人を小説現代2、7、9、10月号に同時並行で連載します。その一方で雲霧仁左衛門、週刊新潮72年8月から74年4月号、剣の天地を東京タイムズ、他に73年5月から74年3月といった小説作品や、随筆食事の情景、週刊朝日72年1月から73年7月号までなども執筆されました。また73年には池波正太郎自選傑作集全5巻を刊行、仕掛け人ものの春の雪仕掛けの針が再び小説現代読者賞を受賞し、4月から剣客商売がテレビドラマ化されます。1974年、昭和49年週刊朝日史上の真田太平記が加わり、同年にはこのほか男ぶりの執筆も始まり、2月には必殺仕掛け人が映画化、11月には秋風秋の風三国峠が新国劇で上演されました。1975年昭和50年小説の発表は鬼平、剣客、梅安、真田の4種のみとなりますが、梅安もやい傘で三度小説現代読者賞を受賞、劇作においても新国劇のほかに歌舞伎にも脚本を提供するようになり、原作脚本両方を含め出羽内お玉、剣客商売、必殺仕掛け人、手越の平八の5つの舞台に関わり、翌1976年にはさらに黒雲峠、江戸女造詩、出羽内お玉、侠客万通院長兵衛を上演。このうち黒雲峠と江戸女造詩では演出も担当しました。一連の舞台の中で1975年の出羽内お玉、剣客商売などで中村又五郎と共に仕事をし、親交を深めましたが、
1976年昭和51年より又五郎の秋秋を中央公論に連載します。同年にはこのほか散歩の時何か食べたくなって男の蹄および三大シリーズの初編を発表。1977年昭和52年にはさらに新連載忍びの旗が始まりました。同年鬼平犯科帳剣客商売仕掛け人藤枝梅庵を中心とした作家活動によって第11回吉川英治文学賞を受賞。市松小僧の女真田太平記が舞台化され NHK この人と語ろうに出演し映画トップハットの曲ピコリーノの演奏をリクエストしました。またこの年の初夏初めてフランスを中心とするヨーロッパに旅行をします。1978年昭和53年鬼平剣客のほか旅路の連載を開始する一方合い引きの女狐火で脚本と演出を担当。また前年の市松小僧の女が高い評価を受け第3回大谷武次郎賞を受賞。7月には雲霧仁左衛門が映画化されます。この年池波正太郎短編小説全集全10巻が刊行されます。翌1979年昭和54年には三大シリーズの執筆に専念し以前からの連載のほかは日曜日の万年筆良い匂いのする一夜のエッセイ2作が発表されたのみでした。この年の秋には再びヨーロッパに旅行します。1980年昭和55年、この年も鬼平剣客のほか味の歳時記を連載します。また同年には真田太平記が完成。82年までに全てが単行本化します。初夏には三度ヨーロッパを旅行。1981年昭和56年国白黒白を発表。さらにエッセイ昔の味の連載のほか書き下ろしとして男の作法田園の美風を上司します。この頃よりヨーロッパ旅行を元としたエッセイも多数発表され、1982年昭和57年にはフランスを舞台とした小説ドン・レミーの雨を発表します。初夏には夜旅ヨーロッパ旅行に赴きます。1983年昭和58年には鬼平剣客梅庵に加え雲流れゆく食卓のつぶやきなどを発表しました。この後次回は晩年までの活躍をお届けします。晩年昭和59年1984年には鬼平剣客のほか乳房を新連載。秋には5旅目のヨーロッパ旅行を行いました。あくる1985年昭和60年には満足満足と秘伝の声を発表。また池波正太郎のパレット遊びと題して昭和集を刊行しました。同年紫綬褒章を受賞。鬼平剣客梅庵を並行して連載。さらに秘密を執筆し3月の新国劇公演で自作の黒雲峠と長谷川慎の原作を元に脚色したよもすがら兼業の演出として参加しました。新国劇はその明くる年解散し池波ゆかりの同劇団が彼の脚本で公演を行うのはこれが最後となりました。昭和62年1987年三大シリーズを
剣閣一本に絞り、波に原っぱを連載します。同年1月、西武百貨店池袋本店にて池波正太郎展が開催されます。1988年、この年はまとまった仕事として江戸切越散歩のみにとどめ、5月にフランス、9月にドイツ、フランス、イタリアへ旅行しましたが、これが最後の海外旅行となりました。この年12月、大衆文学の神髄である新しいヒーローを創出し、現代の男の生き方を時代小説の中に滑車、読者の圧倒的支持を得たとして第36回菊池寛賞を受賞します。1989年には昭和が平成と改元されますが、池波正太郎は前の年の末から体調を崩していましたが、その回復を待って剣閣商売不沈、仕掛け人藤枝梅庵、梅庵冬しぐれ、鬼平犯科帳誘拐の連載を開始します。5月には銀座和光で個展池波正太郎絵筆の楽しみ展が開催されました。明けて1990年、平成2年、二代目中村吉右衛門主演のテレビドラマ鬼平犯科帳が好評を博し、2月には吉右衛門主演の狐火が歌舞伎座で上演されますが、正太郎の体調は依然芳しくありませんでした。3月、急性白血病で三井記念病院に緊急入院。5月3日、同病院にて逝去、67歳でした。連載中の仕掛け人藤枝梅庵、梅庵冬しぐれと鬼平犯科帳誘拐は同年4月号分で未完絶筆となりました。5月に葬儀告別式が行われました。このようにして1923年から1990年の67年間の作者の生涯をたどってみました。